お願いします。お願いします。一つお願いがあるんです。はいはいはい。あの何をしてんですか。What's up YouTube ご視聴助かりまーすということで、こんばんは。こんばんは。今日はですね、なんと私年末のですね催し物の司会を仰せつかりまして、まあ司会なんていうのは僕もう数十回やってますんで、お手のものですね。まあそうですね、ただあの今回あの本物の芸人さんも来るということで、その芸人さんと絡むと、まあ例のあれよ、うざがらみ、いやなんだこの素人はみたいな感じでやっていこうかなと思いますんで、今からちょっと中の方に入って打ち合わせをちょっとあ、なるほど、していきたいなと。まあこういう仕事はあの段取り9割だから。あ、そうですね、はい、段取り9割で、はい、僕は案外ちょっと臆病なんでそこら辺ちゃんとやりますんで。分かりました。行きましょうか。はい、それでは行きます。はい、レッツゴー。打ち合わせです。お願いします。お願いします。あ、皆さんはずっとお世話になったんですか。僕六本木でお店してたんです。2年前までカリフォルニア住んでたんですよ。ええー、すごい経歴じゃん。カリフォルニアの居酒屋さん、サンディエゴっていう。はい、南で。すごい。英語じゃってますか。まあ普通に喋れます。はい、すごい。武井壮さんみたいな。あ、めっちゃ言われますね。雰囲気が。僕は海最強って言ってますけど。海最強向こうは陸最強早速なんですけど、はい、8時からやっていただいて1時間尺はねあるんですけど、なんか50分ぐらいやってくれるとか。そうなんですよ、うん、で一つお願いがあるんですよ。はいはいはい。 あるじゃないですか。 なんとか。あ、はいはいはい、あれちょっと僕はうわすごいですねって言いながら、うん、一つ二つ僕も一緒に参加して全然全然全然途中で、ああみたいな。よく3人でやってるのは、はい、このパパパパンパパパパン、うん、ガシャンって、はい、パパパパンって結婚のやつがあるんですけど、パパパパ、あ、3人で、はい、3人でそれを3人用のやつもある。そうそう、それを僕らがこう喧嘩をしてる時に、はい、やめなやめなやめなって言った時に、はい、パパパパンパパパンってやるので、はい、でそこの子でこう、はい、一回行きましょうか。はい、そうですね。思い出にしたらええがな、そら。いや、できるわけないんやから、そんなもん。ええが4分やから、そんなもん。止めといてください。いいんやだ、お前。パパ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 うん、カシャン。パパパパなんで結構やねん。できるじゃないですか、この人。なんでできるんですかっていうね。もう、僕、この3人でデビューしようかなと思って。デビュー決まりました。米子から。目指せコント赤信号。いやいや、古いな、ほんで。時代感じました。年齢を感じました。もうめちゃめちゃ楽しそうじゃん。いやね、これね、本当にやるのを、こっち側が楽しまないと、多分、楽しくない。言われてましたもんね。はい、だからちょっと勇気出て。はい、私が楽しければいいじゃん。そう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 。本当そうそうだと思うな。それだけでもすっごい楽しい。どれぐらい前からあのなんか MC されてるんですか。僕ね。じゃあ僕らが出る今日出る。あ、じゃあもうそこから。あ、じゃあ8時から出られる時に僕だから自分の自己紹介もねまずありまして、まあ、ですからね。はい、それでそうですね。始めまして、ね、って言って、まあ高校でこういうのやってますなんか言うて、ね。じゃあそれでまず。一発目、早速皆さんお待ちかね、行きましょうかと。実は、実はね、今日はもうプロ中のプロが来てます、ね、プロ中のもう本当絶対笑っちゃいますこのハードルやね電話するからな、毎晩毎晩毎何やった毎晩出てやるもう話すことがないぐらい仲良さそうかな毎回考えるから話すこと、こっちもじゃあ、出てみましょうか。はい、ちょっとじゃあ、現在。はい。おー、またかいね。ピンマイクね。ピンマイクの大きさも。これ。ああ、これは、これ、ああ、ちょっと、ああ、これ今、電源ついてないですけど。なんかドキドキしてきたね。まあまあね。ドキドキっていうかね、ちょっとね、いや、ちょっと、脇汗かくな。顔色悪いよ。顔色悪い。いやいや、緑色。大丈夫。今日は。こっちも顔色悪いでしょ。いや違うわ。メイクしてないもん。ちなみにちょっと確認していいですか。闇じゃないですか。闇です。闇じゃないですか。こっちは闇です。大変お待たせいたしました。夜なごとユーチューバー、みのちゃんの登場です。拍手でお出迎えください。皆さんこんばんは。どうも。
すいません、ご覧ください。本日はですね、ローカリー企画米子東クリスマス家族会ということで、皆さんね、食事しておられますが、今紹介にもありましたけど、私はもう3年ぐらいですね、 YouTube やっておりまして、みんなのみのチャンネルという、ですね、登録していただけたら、チャンネル検索していただけたら、私基本的にチャンネル登録していただけない方とは直接喋りますので、そこら辺でよろしくお願いします。本日ですね、この漁協の司会進行を務めさせていただくことになりました。一つよろしくお願いします。さすがですね、ロータリークラブさんということで、家電に戻りまして本物のお笑いが来ております。今日は後ろから輝いてますけど、先ほどからね、ちょっと打ち合わせしてますけど、めちゃくちゃ面白いです。東京夫婦という名前でね、やってるんですね。どうぞ名前だけでも覚えて帰っていただければと思いますけど、そういうスピード感のすごくある本物のお笑いを、まずは皆さんお楽しみください。東京夫婦さんです。よろしくお願いします。走り回ってね、はい、あれこそやっぱ、全力じじいたるもの見せましたよね。いや本当にこっちまですごくいい経験。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。みのちゃんとプライベート もちろんそうです。もうライン交換もしたんで、はい、これは、はい、これからちょっとやっちゃおうかな、ね、あやっちゃおうかな。これはそりゃそうですよ。このためにやっぱこういうとこですよ、ね、汗かいて ね、いい汗かいて。鳥取の闇営業全部もらいますもん。これはなるほど、はい、やらせていただきました。でもあの鳥取は任せた。はい、あれですよ、かませんねで俺も来るからね。そのセットですから。はい、からそのトリオだと思われるからね。そのトリオだと思われるから。やりやなかった、ほんとに。まあ、一応ね、何やと思われ、まあ、一応大成功。いや、いや本当に。いや、3人とものも、ね。最初はね、ちょっと正直、ちょっとパラパラだったけど、そうなんですよ。
だよね、あったまって徐々に体調引っ張りましたね。いや、そうですね、体調のノリが良かったですね。アドリブですか。アドリブね、はい、体調がね、もう出よう出ようとしてたんですよ。もうね、もう出しちゃう、何回ももう出しちゃう。キーポイント、会長、そうですね、みんなも知ってる人だしね。今やっぱ夜名物の人はいい人だった。いや、本当にもう接しやすかった。社員のね、社員の人は本当にいい人ですね。ただ面白かったのが、やっぱよく会長になれたなっていう言葉であんなに受けるってことはありませんってことは、そう思ってる人も誰も笑えにはね、ある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 会長、ありがとうございました。会長の実力者ですよ。あー、そうですね。会長には可愛がってもらう、はい、思いました、はい、素晴らしかったです。いや、よかったです。ありがとうございました。本当、YouTube 出演してて、いや、もちろん、ありがとうございました。今後とも美味しいお酒を飲みに行きます。行ってきます。それでは、